際の特集コーナーになってね。まったくひどい目にあったよ。じゃあ真冬には奏と真冬のお母さんが会ったことは秘密にするんだ。うん、真冬にこれ以上負担かけたくないから。そうだね、今いっぱいいっぱいだと思うし。まあね、真冬にだけ秘密にするのはちょっと気が引けるけど。でもこれからどうするの？真冬はあんまり来れなくなるわけだし。真冬には真冬がしたい時に活動してもらおうと思う。今までと同じくらい作業するのは難しいだろうけど、今の真冬にはニーゴが必要だと思うから。うん、僕もそれがいいと思う。だけど真冬はこれから大変だろうな。うん、今まで真冬を救うためには曲を作り続けるしかないって思ってたけど、今回それだけじゃダメだって感じた。だから真冬のためにできることを考えていこうと思う。私にできることは少ないと思うけど。奏、みんな、ここにいたんだ。あ、真冬！なんだか見慣れない場所だね。そう、僕たちも今日見つけたんだよね。っていうか、こっちに来て大丈夫なの？うん、そこまで長くはいられないけど、みんなと、歌いたくて。真冬…わかった。じゃあ歌おう。あん、カイト？なんでカイトが世界にいるの？さあな、俺を呼んだそいつに聞け。まあいい、それより今から歌うのなら付き合ってやる。え？文句あるのか？文句っていうか、急に来てそんなこと言ったら普通驚くでしょ。どうして？どうもこうもない。お前を今よりマシな状態にするために必要だからだ。まあ、根本的な解決にはなってないかな。カイト、ありがとう。真冬、一緒に歌おう。私も、みんなと一緒に歌ったら、今の真冬の思いに寄り添える気がする。わかった。じゃあ、行くよ。ザムザ。
苦した自分の名前にあえてキッチンルビを振って高血を打ち負かせるくらいに恐ろしくなる骨の髄まで今はどんな風に見えてますか醜いですかそれはそっか透過リンゴを投げつけないで胸にロッカロッカパッパ鏡をご覧誰かがささやくうまくいったなもう俺なのさ甘い言葉も笑顔も通じない走り出したらもう獣だ次の真下をうろつきながら考えてたよそから悪夢にどの指立ててやるべき勝手ね月月月月月みんな、ありがとう。うまく言えないけど、少し楽になった。そう。ならよかった。僕も、なんか気が引き締まったな。これから、僕にできることをやんなきゃって思ったっていうか。まあ、おとなしく見てるつもりはないしね。そうだね。真冬、私たちは、これからも曲を作り続けるよ。だから真冬も、やりたいと思ったら来てほしい。曲を作るのも、こうやって一緒に歌うのも、真冬と一緒にやりたいと思ってるから。奏、ありがとう。カイトも、また一緒に歌ってくれるよね。そんなことをしている暇があるなら、早く問題を解決しろ。もう、それはわかってるけど、簡単にできないから困ってるんだってば。でも、僕たちも奏と同じ気持ちだからね。ミーゴの歌詞は真冬じゃなきゃって思ってるしさ。そう。だからあんたも、本当にやりたいって思ってるのなら、諦めないであがきなさいよ。うん。じゃあ、戻って作業しよう。真冬は、どうかな。もし、時間があれば。少しだけ、なら。よーし。じゃあ、早く戻ろう。ちょっとでも長くやりたいもんね。それじゃあカイト、また今度みんなでゆっくり遊びに来るから。来るな。あーもう、死を対応なんだから。でも、また来るから。じゃあね。カイト。なんだ？なんでもない。一筋縄じゃいかなそうだな。